街頭演説をこれから松田学が始めます。あまり時間がないようなので、これもちょっとしか喋れないのはとっても残念ですけれども、昔はこんなに電車が必ず電車に乗るたびにこうね、遅れとかね、事故とか発生するんです。日本って列車がですね、時刻通り動くってことで世界に誇っていた国だったんですが、一体どうしたのか、もう神奈川県に来るたびにこの遅れに遭うんですね。今日は1時間40分藤沢駅前に閉じ込められておりました。いや、こんなことがしょっちゅういつもいつもいつも起こる国になってしまったのかと、とっても残念でたまりません。で、この日本の国をもっとおかしくしているのが岸田さんなんですよ。この間日米首脳会談行って何したか分かってますか？日本を占領地にしようとしたんですよ。メディアは逆のことを書いてますけど、騙されてはいけません。いいですか、日本の国の港湾や空港をアメリカ軍がいつでも使えるようにしたんです。今までは曲がりなりにも日米合同委員会というところが決めて閣議が了解してました。その手続きをなくしたんです。いつでもどこでもアメリカ軍が日本の空港を使えるようになる、こういうことを決めてきたのが岸田さんなんですよ。メディア報道してますか？こんなひどいことをやってきた総理大臣を日本は抱いている。いいんでしょうか皆さん、岸田ってそういう男ですよ。日本を売ってきたんです。もともと日本は戦後アメリカの植民地です。でもこれ完全にそれを完結させているのが岸田なんですよ。なぜでしょうか。自分の政権を延命したいからです。自分の政権の延命のために支持率を上げるためにアメリカに行ってバイデンからああやって迎えられてテレビで報道されて支持率を上げるために日本を売ってきた。それが岸田文雄という人間ではやったことなんですよ。それなのに成果を上げてきた、日本の国の防衛体制をより強化した、自衛隊をより一層アメリカの軍の支配下に置いてきた、そういうこともやってきたんですよ岸田さんは。そのこと皆さん知ってましたか？メディアが絶対報道しない。なぜならアメリカの主要メディアの手先が日本のメディアだからなんですよ。これは陰謀論だと思ったら本当に違います。陰謀論じゃありません。これが現実なんです。このもとに日本はます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 アメリカと中国の植民地になっていく、この路線を強化しようとしているのは岸田政権である。このことだけは皆さん頭に入れて、次いつ小選挙あるか分かりませんが、政治と金の問題もはるかに深刻な問題なんです。政治と金の問題、こっちの方に奪われて関心を奪われて、一番肝心な日本の国を植民地化をさらに進めている岸田政権の路線というものについて国民に気づかせない、こんな卑怯なね、売国政権ないじゃないですか。他の政党じゃあこういうこと言ってますか？ほとんど言っていない。残念なことに参政党はこうやって世界の真実をちゃんと伝えます。もちろん弾圧されます。選挙活動もできないぐらい弾圧されるんです。でもそれはね、我々が本当のこと言ってるからされるんですよ。アメリカでもトランプが弾圧されてるじゃないですか。ああやってね、刑事事件の起訴をされて、これから週に4日ぐらい裁判所に行かないといけない、選挙活動を妨害され多額のお金を使わされて、この時期になぜやるのか。もちろんアメリカの司法が腐ってるからじゃないですか。このことにアメリカ国民が気がついてるから、トランプさんが起訴されるたんびに支持率が上がってきたじゃないですか。アメリカ国民は気がついてるんですよ、この大きな支配の構造に。日本国民はいつまでこれに対して羊のようにおとなしく突き従っているんですか。私たちの祖先、立派な国を築いたこの日本のこの世代証明させるんですか。自分たちの子供に日本の国を残したいと思わないですか皆さん。そういう怒りをね、今の政権、国を売ってる政権にきちっとぶつけてほしいんです。自民党はもう終わっています。憲法改正をしようと思って決闘された政党が憲法改正をこんなにやってこなかった、政党の意味がないじゃないですか。
そして国を売り続けている左翼政権ではないですか。保守政権はもう日本にはないんです。日本を守る政権はない。最後の砦だった安倍派がこうやって解体された。これもアメリカやってるじゃないですか。ちゃんと検察とアメリカやってるじゃないですか。アメリカの言うことは全部聞いてくれる岸田を温存するために安倍派をこうやってやっつけた。そのからくりぐらいは皆さんもお分かりだと思いますよ。昔ロッキード事件もそうでしたね。大蔵省接待疑惑もそうでした。アメリカの利益のために日本の司法が動き、そして体制がひっくり返されてきた。今度は日本の国が大切だ、国柄が大切だという勢力が根こそぎやられちゃったんですね。そしてアメリカに尻尾を振る岸田さんがまたやってきた、また日本を売ってきた。前回の訪米の時には43兆円の防衛費を決めました。そしたらね、戦闘機とミサイルを買うことだと言ってバイデンがとっても喜んだ。そしてその後 LGBT の差別禁止法、世界中はやめてるのに日本だけ、差別が最もない日本だけこのことを定めさせてバイデンの LGBT 利権に貢献した。こうやってバイデンさんの言いなりになるから、だからこれだけ国賓待遇で迎え入れられたんですよ。英語でねスピーチをしたあの議会でも、実は共和党は非常に岸田さんの演説に対して何を言ってるんだという議員がたくさんいたらしいですね。あの副議長をやっていた下院議長、これ山口伸之さんが言ってましたよ。顔がひん曲がっていた、びっくりしていた。つまり民主党の、左翼の民主党の方ばっかり向いている、そちらの肩を持つ演説だったらしいんですね。あの内容は専門家が分析すると、これは英語のニュアンスとかそういうものがあるらしいんです。日本ではこういうの伝わってきません。しかし明らかにバイデン民主党に偏った演説をした。安倍さんが前回やった演説は絶対にどちらにも偏らない演説をものすごく一生懸命考えてなされたそうです。それと全然違っていて、バイデン民主党に私たちは奉仕します。グローバルパートナーとは何か、アメリカの世界戦略に日本は組み込まれますということを宣言しているんですね。このグローバルパートナーというのが、グローバルパートナーシップというのが今回日米首脳会談の共同声明です。これにも大きなからくりがあるんです。アメリカのグローバルな勢力、これが今バイデンを支配している。このグローバルな勢力が戦争を起こしてきたんです。ウクライナ戦争だってそうです。プーチンが起こしたというのは正確ではありません。プーチンを擁護するつもりは全くないけれども、あの戦争を起こしたのもアメリカのグローバル勢力、そして今戦争をやめないのもイスラエルロビーです。これもグローバル勢力。世界中でたくさんの何百万人の人たちを犠牲にして自分たちの利権を追求してきたネオコンと呼ばれるグローバル勢力、ウォール街ともつながっている。これは陰謀論でも何でもない。今多くのアメリカ人の常識になっている。この構造に組み込まれているのがバイデン政権、日本をその構造の支配に置こうとしているのがバイデン政権、それに奉仕しようとしているのは岸田文雄さん。これは悪い言葉で言うと売国なんとかっていう、そう言われても全く不思議でない。岸田さんの内閣の性質を一言言うと何ですかと私はある方に聞いたことがあります。売国政権と言ってました。まさにこれを今回日米首脳会談でやってきた。そして彼は支持率が上がったことをものすごく喜んでるでしょう。僕だって英語喋るんだよ、ジョーク言えるんだよ、バイデンとビースト乗ったんだよ。そしたらね、日本人はね、どうし、ああテレビ見てよくやってる、ちょっと支持率上がりました。でもまだね3割切ってますね。この間出たやつなんかですね、3割切ってるからまだまだもう一押しだ。そして近いうちに今ようやく北朝鮮の拉致被害者の問題が表に出てきました。拉致問題の話が出てくるかもしれません。でもあれにもごまかしがすごくある。キム・ジョンウンの手玉に取られることになるんです。北朝鮮にとっては都合のいい形になるんです。そしてもう拉致問題は終わりってことになるんです。肝心の横田めぐみさんたちは帰ってきません。
という結論になる。それでも拉致被害者を一時帰国させた。こうやってまた支持率を上げようとしている。そしてちょっとでも支持率上がったら、今野党がだらしないから解散しても自分が勝てる。そしたら総裁選に再選される。これ今のね、日米首脳会談の話もね、北朝鮮の話もね、日本の国を売ってるんですよ。日本の国を売って自分の総理大臣の地位を買ってるんですよ。こんなにひどい政権ないじゃないでしょうか。自民党の支持率が下がっているのは金と、政治と金の問題だけじゃないと。根本的に腐っていることをなんとなく多くの国民が気がついてるんじゃないかと。今までだったら安倍派がいましたよ。多分今回の日米首脳会談の内容は、今までの自民党だったら安倍派がストップしてましたよ。でも今暴走してますね。なんで米軍が日本のインフラを自分の都合でいつでも使えるようにしたのか。今まで多くの人たちが、日米合同委員会が日本が植民地である象徴であるように言ってきました。その日米合同委員会の手続きすらないんですよ。今までよりもはるかにこの植民地化を進めてるんですよ。今回なくしたんです、その手続きも。閣議の手続きもなくしたそうですよ。そして柔軟に日本の民間が使っている空港も米軍が使いたいときに使えるようにする。日本の国土をさらに売っている。そうなると台湾有事とか中国とかそういうところと戦闘状態になったときに、アメリカ軍が日本のあちこちに来るということになりますね。そうすると日本の民間の空港まで中国の標的になる。つまり私たちの、これこそね、よくね、左側の人たちが日本を戦争に巻き込むなって言ってるじゃないですか。なんで左側の人たち、共産党とかね、社民党とか立憲民主党とかあるのに、なんで今回声を上げないんでしょうか。左側の人たちだって声を上げなきゃダメじゃないですか。そして右側の人たち、右側の人たちはもともと自民党にいたじゃないですか。声を上げなきゃダメじゃないですか。日本の自立がますます失われるってこと、右からも左からも声が出るべきことが全然出なかった。で、唯一言ってるのは私であり参政党、まあ、参政党がね、まあ、みんなが言ってるか分かりませんが、まだね、知らない人多いと思いますけども、知ったら参政党怒りますよ。これますますね、日本の主権と国家を喪失するようなことをやってる政権に対抗して、我々は日本という国をもう一度軸にした新しい政治を作らないと。それぐらいの政治を作らないと切り売りされてきます。日本はどん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 、経済もそうじゃないですか。日本買ってくださいと、あれだけ岸田さん言ってるじゃないですか。あちこちでインベストイン岸田ですと言って、企業とか土地を売らすそっちの方ばっかりやってる。新ニーサをやって若い人たちの貯蓄を海外に投資させている。海外の株価を上げる、海外を儲けさせる。これは自民党がずっとやってきたことじゃないですか。これは小泉さんだってやったことじゃないですか。彼も罪だと思いますよ。もう引退したからあんまり言いたくないけど、日本を売るための構造改革やったじゃないですか。だから給料上がらない、企業の儲けは配当に回る、海外に回るという構造を見事に作り上げたじゃないですか。そうやって国を売り続けたその政党が与党である。これ保守でも何でもありません。安倍さんの時代だけ保守政治をしようとした。そしたら潰された。森かけ桜という実態のない話で潰された。そして辞めた後はああいう目にあった。日本の国をね、アメリカは決して守ってくれないことは彼は分かっている。核を撃たれた、報復してくれません。核の傘はもうボロ傘になったと軍事専門家の矢野義之さんがこの間私のチャンネルで言ってましたよ。アメリカの間違いでプーチンにウクライナ侵攻をさせて、そしてさらに NATO がプーチンを圧迫した結果、プーチンは追い詰められたら戦術核を使うと言ったんです。戦術核をロシアが使うと言ったということは、これはこれからの戦争の中心が核ミサイルになったということなんです。中国も北朝鮮もだからものすごい勢いで今核ミサイルを増産しています。もう核によって全てが決まる。いくらアメリカが通常戦力を持っていたって核の前にはどうしようもない。もうアメリカは中国とも戦いません。
ロシアとももちろん戦えません。北朝鮮とも戦えません。日本を守るために戦うはずがないです。ウクライナ見たって分かるじゃないですか。ウクライナ見たって分かる通り、アメリカは後ろの方で武器をね提供してるだけ。それもね最近はもうどんどん やめてます。ウクライナはもう風前の灯火ですね。もう明確に敗戦することが分かっている。これ以上戦争を続けたらロシアの取り分が増えるだけ、そして何よりも戦死者が増えるだけです。なのに戦争がまだ終わってない。やめたくない勢力がいるからじゃないですか。岸田さんが使えてる勢力ですよ。43兆円を決めて戦闘機とミサイルを買って潤った勢力、アメリカの軍事利権。あのアメリカ国務省の次官をやっていたヌーランド、追加予算が決まっていない。ウクライナ支援が9兆円、そのうち9割がアメリカの会社に落ちると言ったんです。だから問題ないんだ。ウクライナ支援予算を成立させてくれと言った9割が落ちる、軍事利権に落ちる、見事に本音を言った。それが世界の構造ではないでしょうか。それにべったりとくっついていって、今回日米首脳会談でもまさか日本がね、ヨーロッパの人たちもびっくりしてる。ここまで日本とは遠いウクライナのために戦闘に立って、ウクライナが敵だ、いやウクライナが味方だ、ロシアが敵だと言ってくれた。驚いて、それは驚くでしょう。なんで日本はねロシアを敵にしてウクライナ万歳をしなきゃいけないんですか。別にロシアの擁護してるわけじゃないですよ。ロシアはすごい資源国ですよ。今ロシアから資源、石油とか天然ガス輸入できなくなって、日本の中東依存度がめちゃくちゃ上がったんですよ。その中東が今イランがイスラエルを攻撃したことでホルムズ海峡を封鎖されたらどうなるんですか。そして中国が台湾侵攻したら台湾の海域、あそこは中国が握ります。日本にどうやって石油を入れるかって問題なんですね。でもアメリカがねいざという時に助けることができない。もう軍事的に弱ってんです、アメリカは。だから口では言いますよ、尖閣行ってやったら安保5条適用する。それは言わないと中国本当にやりますからね。拡大抑止があるから核攻撃されたら日本を守る。それは言わないと中国は本当に核を撃ちますからね。でもやりません。自分たちの命をね犠牲にしてまで、そして弱い米軍です、もうすでに。やりません。しかしそのやってくれないアメリカに日本の自衛隊をますます組み込んでしまったのが岸田さんなんです、今回ですね。もうすでに日本の自衛隊はアメリカから装備を買ったらソフトウェアはブラックボックスでわからない、アメリカの指令によってしか動くしかないような状態にどんどん組み込まれていたという話があります。今回は完全に制度として組み込まれます。アメリカの司令官のもとに日本の自衛隊の統合司令官が組み込まれる。アメリカ軍の下で日本の自衛隊がある。主権はどこにあるんですか。ますます日本は主権を失う。そのアメリカが完璧に日本を守ってくれるんだ、いいんですよ。その能力のないアメリカに日本は組み込まれた。何を意味してるでしょうか。日本は沈む泥船に乗ってしまったってことなんです。我々の仲間のこの東部で頑張っている山中誠さんが言ってましたよ、出しました本をね、アメリカと共に沈む日本。アメリカと共に沈む日本をやらせているのは誰ですか。今回の日米首脳会談で岸田さんであることが明確になったじゃないですか。なのになんでこんなにこの政権を続けさせるんですか。私たち日本守んなきゃダメじゃないですか、子供たちのために。私たち日本人の血を大切していいんでしょうか。今どんどん外国人入れてますね。82万人という目標まで岸田政権は掲げてますね。放っておくと300万人とか400万人いるらしいですね。いやもっと入ってくるでしょう、今の政権のままだと。バイデン政権と同じことやってるんです。バイデン政権はトランプが作ろうとしていた壁を途中でやめてます。壁のないとこからたくさんの不法移民が入ってる。1000万人とも言われてる。それどころか最近ではあの壁、できてる壁の下にも穴を掘って地下から、地下トンネルからたくさんの不法移民が入ってる。中国系が多いらしいですね、結構。
彼らはアメリカに入ったら投票権を簡単に獲得できるんです。アメリカは日本のような立派な、ね、戸籍制度も住民票制度もないんです。そしてその投票権を得た人たちが今年の11月にバイデンに投票する。自分の再選のために国を売ってるのはバイデンさんも同じなんですよ。そのバイデンに国を売ってるのが日本の岸田総理なんですよ。恥ずかしいと思いませんか皆さん。こんな総理大臣がいて、私ねこんなに人の悪口言うの好きじゃないんですよ。本当はね苦難なんかしたくない、いいことやってんなら応援したい。だけどねこういう技術を突きつけられてしまったらね、多くの国民に気がついてもらうって言わざるを得ないんですよ。もう早くねちゃんとね国を守ろうとする指導者がいたら一緒になってね松田パネルやってほしいんです。私だって私は別にね自分の私利私欲のためにやってるわけじゃないから、こういう大きな声出して言わなきゃいけないのは情けないんですよ。日本って国はこういうことを言わなきゃいけないっていうことはね、私の本意じゃないんです。私には松田プランをやらなきゃいけないって使命があるんですよ。それが一番重要なんですよ。だけどいくらあってもその前提となる日本の国が崩れてしまったら、我々守るべきものがなくなってしまうということが今起こっている。移民の結果何が起こるか、多くの国が移民によって滅びてきました。大昔はローマ帝国も移民をたくさん入れて滅びました。結局移民に乗っ取られました。中国でも漢というね、漢字の漢、あの漢という国も移民を入れて、その移民に乗っ取られて、その後は中国は他の民族が支配する国になりましたね。こうやってね、移民を入れるということはその国を将来的に滅ぼすことに道を開くんです。ドイツが今そうなってますね。ドイツは、私も昔ドイツに住んでましたが、もうあのドイツはない。あっちこっち移民の人だらけ。でもドイツ人はこのことに何も言えない。なぜなら移民に対して何か言ったらお前はナチズムだと言われるからなんです。だから彼はポリティカルコレクトです。差別はいけないという、誰も反対しない暴力ですよ。その前に本音も言えないで、こうやって今ねゲルマン民族のドイツではなくなると言われています。日本は近隣諸国、たくさん日本に来たい人たちがいる国々があるんです。もうすでにたくさん入り込んでます。そしていずれ私たちは彼らのために一生懸命働く国民になるでしょう。なんで負けたら地方経済はインバウンドに依存しないと成長しないんですか。中国の人に気に入ってもらわないと日本は成長しない国になってしまうんですか。中国は14億人の巨大市場です。それに対して日本が下請けみたい、はあ分かりました、中国の皆様が気に入るものを作り気に入るサービスをやりましょう、だんだん日本が中国化します。残念なことに電車に乗っていても中国語と韓国語が出て日本語が出なくて分かんない時がありますね。どん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 その下準備がいつの間にか続けられているんですね。気がついてみたら、この間テレビで言ってた通り、テレビタックルでビートたけしも言ってましたよ。彼賢いですよ。私は昔テレビタックルに出たから言うわけじゃないけど賢いですよ。日本は下請けになった、中国の下請けになった。日本は経済で中国の下請けになり、そして政治や軍事でアメリカの属国になるということが今着々とね、こうやって自民党政権の下で進められている。そしてそれはおかしいんじゃないかといった勢力が必ず吊るされるようにメディアが動き、ね、そして知らないでいるのは日本国民だけという構造が続いているんですね。この間ここから先はね、どこまで YouTube 回ってますからいやないかもしれませんが、4月13日ついに日本国民が立ち上がりましたね。1万3数千人って聞いたら2万人超えていた、いや3万人だって説もありますよ。池袋ですかね。私はあの直前の集会で7分間スピーチをいたしました。そしてその後のデモ、誰かが強制したんじゃないんですよ。全国から集まってパンデミック条約反対というね声を出した、戦後初めてなんです。今まで左翼のデモはありました、安保反対のデモはありました。でもね、保守系のデモはこれだけ集まったのは初めて。これが日本でようやく起こった、もう世界ではとうの昔に起こってたんです。
なんで怒ってたのかということについて YouTube がバンするから言えません。あのことで怒っている。日本でもようやくね、気がついている方々が立ち上がって日本の国を守ろうと、国民が守ろうとして動き出した。これが実はね、参政党を結党した時から私たちが目指してきたことなんです。この日本の国を守るためには国民が動くしかないんです。私も昔石原慎太郎さんと一緒に立ち上がる日本を結党し、次世代の党を結党しました。衆議院議員もやりました。この神奈川でもしょっちゅう街頭で訴えましたね。しかし日本は変わらなかった。なぜか一部のリーダーがいくら言っても最後に投票で政治を決めるのは国民だからなんです。国民が世界の情勢を認識し、日本の歴史を再認識しないと政治が変わらないんです。だから国民運動にしましょう。私たちの国、素晴らしい国だ、次の世代に受け継いでいきましょうということを国民運動にしようとして、一昨年の芝公園での1万人以上が参政党の街頭演説に集まる国民運動が起こったんです。今年の4月13日、これを上回る人数が集まって、これはまさに参政党が動かそうとした国民運動が結実してきたことだと。テーマは違うかもしれない、しかしそういう国民の目覚めということ、目覚めというと上から目線で怒られる人もいるんですけど、しかし江戸時代もそうだったんじゃないですか。黒船が来て国民が目覚め、国民国家を作り、近代国家を作り、日本だけ植民地にならなかったじゃないですか。今それが必要なんです。今日本の植民地化が戦後ずっと進められ、その最終的な締めくくりの植民地化の決定打をやろうとしているのは岸田さん。今ここでこれは黒船だと、グローバリズムというゴジラなんだということに一人でも多くの皆さんが気がついて、日本の国を守ろう、やるべきことは自主防衛ですよ。防衛について言えばこれで経済活性化するんですよ。どの国も軍事産業で活性化してるんです。そして軍事力はかつては戦争の手段だ、今は平和を守るための手段になりました。軍事力は弱いと戦争が起こるんです。軍事力は弱いところに向けて戦争が起こるんです。ならず者はどの世のいつもいます、ヤクザもいます。でもそういったものを守るための防御が十分でないと攻めてくる、それで戦争が起こる。日本は今そういう状態になって、ここからね、私たちは自分たちの国を守るということはこれ言葉じゃなくて本気で言わなければいけない。そして岸田さんの路線違うよ、アメリカに一旦魂売ったかもしれない、だけどもそれとは違うもう一つのプランを政治の世界で作っていく、そういう政治勢力を国民が政界に送り込んでいく。今度解散総選挙は多分ね、岸田さんが自分が一番ね総裁選に再選されるか、あるいは自分の政権を維持するためのタイミングを見計るってやるでしょう、ね、支持率が上がったら6月にやるかもしれません。だけどこの総裁選は岸田さんを継続させるものでも、そして日本の植民地化を継続させるものでもないものにしてもらえないといけない。そして総選挙で国民がちゃんと答えを出さなければいけない。岸田さん、みじくも言いました、39人の処分を決めて自分については国民に判断してもらうと言いました。国民で皆さんで判断しましょう。今度の解散は岸田処分解散だ。その意味は金の問題だけじゃない、自分が責任取らないだけじゃない、日本を売っていることに対して国民が処分を下す、そういう総選挙にぜひ皆さんでしていただきたいし、日本の国をどれだけ思っているかで有権者の判断をそれぞれの政党や候補者に対して下していただく、そういう場にしていただくことをお願いしまして、今日は電車が止まったもんですから10時45分から始めているはずの街頭演説でございますが、1時間40分遅れでここに参りまして、もうちょっとあまり時間がないもんですから、まあでもそれでもこうやって皆さんにご挨拶できただけでもよかったということで、この辺で締めさせていただきます。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。